はい、どうもこんばんは、リントです。ちょっといろいろとね、今アップデートをして、終わったところです。まあ、よくね、私の形状を見ている人だとここを見るだけで、あれ違う、変わったと思うんですけども、水容器をね、変えました。まあ、ワンちゃん向けのペットボトルのタイプの容器にはなるんですけれども、音のね、小さい、あのカラカラカラっていう、あの玉の部分の音がちょっと小さいタイプのものが売っていたので、それを買ってきて、とりあえず3つしか売ってなかったんで、3つ、本当はね、あのここのケージ用にも1個欲しいんですけど、そこのケージにはまだウィンちゃんが入る予定ですが、あのまだそこに入らないので、とりあえずっていう感じでございます。で、プラス、ちょっと正月実家に帰るんですけども、3日ほどですね。で、ちょっと今日から実験的な感じで、餌容器をですね、3日変えなくても大丈夫なぐらいの大きいタッパに変えました。で、ちょっと見ていこうか。よいしょ。構造としてはこんな感じ。タッパの蓋のところの間に穴を開けて、餌の飛び散り自体を防止しております。あの掘ったりする可能性もあるなと思ったので、掘ってもその餌の飛び散りがしないように、タッパーの周りに、タッパーの周りだ、タッパーの真ん中を切って、こんな感じで、で結構大量に入るような状態ですね。はい、でこんだけ入ってれば3日分は持つので、でこの子たちのご飯の食べる様子とか、あとは状況を見ながら、あの健康状態も確認して、食べ過ぎによるね、あの肥満になるのを防止はしたいので、その辺もちょっと見ながらにはなるんですけど、うちの子どの子もですね、餌を食べ過ぎるということはないんですよね。あの見たことないんですよ、食べ過ぎててこうたらふく食ってますみたいな状況っていうのは。なので大丈夫かなとは思っての、実験です。まあ、あんまり おすすめしないですけど、ただこれだったら3日4日は変えずにいけるなっていうところですね。で水自体もね結構大きいん で、あとはこの子たち、まあ、私がねこのあの水容器のそのカラカラカラっていうやつがちょっと不得意で、なんでかっていうと、あの夜にカチャ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 っていうあの音がちょっと嫌いだったんですね。でだからあの避けて通ってきてたんですけど、あの実際にこれあの音を鳴らしたら全然気になる音はしなくて、多分私の知っていたものっていうのはもう中ボールだけのタイプですね、先端で。これはボールの上にちょっとバネが入ってるみたいで、カラカラは言わなかったので、ああいけるかなと。あと水がポタポタ垂れるのもちょっと嫌でって思ってたんですけど、それもなさそうかなと思って変えました。あの水のポタポタ音とかね、カラカラ音っていうのがねちょっと気になるんです。他のなんか生活音全然気にならない、なんかその水のカラカラ音だけねすごい気になっちゃうところがあったので、はい、今回でも変えてみてあの大丈夫かなって思いながら、一応水がね垂れてもあの受けられるように水受けつけて、で餌入れ入れてっていうのを全員やりました。こっちもこっちもで、あのプラスミルク入れる容器、これはミルク容器で、ここももうミルクガツガツ飲んでるけど、ミルク容器、ここのミルク、ギョロちゃんの部屋と、パッチと今ハロくんがいますけど、パッチとハロくんの部屋のミルクに関してはもうなくなりましたね。飲むの早いんで、ここの2人めちゃくちゃ飲んでなくなりましたね。ウィンちゃんと、ここは今ギョロちゃんがいますけど、ウィンとギョロも飲むの早いし、パッチとハロ君も飲むの早いですね。ただハロ君に関してはちょっと言い方あれですけれども、パッチのね遺伝子が残せるようにっていうところで、あの残るといいなと今思っております。で今それ残るといいななんて言っていたら、驚きの衝撃事実、嘘、え一本脱ぎしてる、え脱皮した、いつ脱皮した、え、ついさっきぐらいじゃないこれって、え一本脱ぎしてる、
これは取っときたいぞ。え、一本抜きしとるやん。ほよいしょ。おっとっとっと、お、一本抜きしてる。取りたいんだけど取れないな。ちょっとお待ちくださいね。綺麗に取っときたいんですよこれ。お、一本抜きしてるじゃないですか。お、まさかの私がフクロモモンガちゃんたちのあれをやっているときに発見というか行ったであろう。すごい、一本抜きした。一本でまるっと抜けている。え、すごい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 、え、すごいすごいすごい。え、一本抜きした。マジですか？君一緒に映りませんこと。ちょっと君一緒に映りませんこと。あー、ただあれだね、床材が、ちょっと床材を落とすよ。よし、はい。え、一本脱ぎできるのね。あー、ちょいちょいちょい。ストップ。3、2、1。ほっ、今日はおとなしくできない日ですか。ちょっととぐろ巻いていただいて、とぐろ巻いていただいて、とぐろ巻いていただいて、はい、多分これでおとなしくできる。ごめんね、ちょっと苦しいでしょ。はい、お、おとなしくできるじゃん。おお、いいね、ありがとう、ごめんね。よし、ケージを元に戻すよ。あ、この子のケージはね、あの夏のバカンスな感じをイメージしたケージ構造になっているので、連中ひまわりです。グアムとかね、そういう感じのイメージ。ちょっとこう、なんだろう、夏の海のその美しい感じをね、はい。そんなんどうでもいいか。すごいすごい、一本脱ぎした、まさかだよ。一本脱ぎした。よし、よしよし、いい感じじゃないですか。へー、これ YouTube にもアップしようかな。この動画のになんか変なこと言ってなければ、YouTube にもアップしよう。変なこと言ってるはずないけど。まあそうだね、3日間ぐらい、その実家帰るっていうところで、これにしてたよっていう話くらいしかしてないから大丈夫だね。よし、そんな感じでした。ちょっとびっくりだ。
最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンコでした。バイバーイ。